皆さんこんにちは。昨オフに阪神から日本ハムにトレード加入した江越大賀外野手が2月5日沖縄名護キャンプで行われた紅白戦で移籍初アーチを含む2打数2安打1打点の活躍、これはロマン4の覚醒の始まりと言ってもいいのでしょうか。阪神ファンからはこの時期に期待したらダメだという意見もありますが、軽く振っただけであそこまで飛ばしていたらやはり期待したくなるのは仕方がありませんよね。それに今季はいつもとは何かが違う感じがとても伝わってきます。今回はそんな江越選手に今季こそは期待できる理由をどうにか探っていきたいと思います。まずは江越選手の簡単な経歴から見ていきましょう。名前江越大賀、生年月日1993年3月12日、出身地長崎県南島原市、外野手右投げ右打ち。江越大賀選手は長崎海星高校から駒澤大学を経て2014年ドラフト3位で阪神へ入団しました。身体能力だけは日本球界でもトップクラスのものを持っており、それは誰もが認めるところです。しかしバットを持つとなかなかボールがバットに当たりません。1年目からプロ初本塁打や2試合連続本塁打を放ち、かつては4試合連続本塁打を放つなど、ルーキー時から持ち前の長打力をアピールしていましたが長続きせず、2020年から昨季まで1軍では3年連続無安打となっています。江越選手は昨オフの10月18日、斉藤幸也と共に渡辺亮、高浜優斗との2対2の交換トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍することが発表されました。背番号は37となっています。新庄監督からの期待はかなり高いようで、入団会見の際には昨年の初めから欲しかった選手、若い頃の俺に似ていて俺より身体能力が高い、いろんな人から身体能力がとにかくすごいと聞いている、ただバットに当たらない、あとはバットに当てるコツさえつかめばトップレベルに行くね、三振しない打ち方を教えますと話しており、言葉通り秋季キャンプでは新庄監督が専属打撃コーチを務め付きっきりで指導しました。新庄監督からはセカンド、ショート、センター方向にゴロを打てと、江越選手にはバットの芯で捉える確率を高めるために繰り返し強振するなと厳命し、しまいにはホームランを打ったら罰金と警告、力を抜くスイングを徹底的に仕込まれていました。にもかかわらず実戦形式のシート打撃でいきなり警告無視の左翼場外へ豪快な一発を放ってしまいました。本塁打を見届けた新庄監督は当然手で×印を作り、罰金罰金とおどけました。冗談のようにも思えますが、その後のインタビューでは神妙な面持ちで、欲を出しちゃダメ、こうやって結果が出たことで欲が出てしまうと元に戻ってしまう、とにかく振っていないのにあそこまで飛ぶ、その感覚をつかんでほしいと、罰金はガチであることと罰金制にしたいとを明かしました。江越くんに関してはとにかくパワーがあるんでホームランバッターじゃないっていうことをこのキャンプで、とにかくボールの上を叩く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 叩いてもうボテボテで、周りから見たらなんだ全然打てないじゃないかっていう風に思われていいから、ボールの上を叩く、試合になったらどうしても下を叩こうとするから、それを癖づけで上、9割 99% は試合でボールの下を叩くから、ボールの上を削るイメージで叩いていけばそれは筋肉が覚えるしかないんで、そういうことは伝えたと意図を説明しました。フリーバッティングを見て打球がカスカスでもカスカスやないかって記事にしないでください、それがテーマでやらせてるんでとしきりに話していました。江越選手はこの罰金豪快弾については払っただけと軽打の延長線上だったことを明かしました。今までは強く振ることを意識してきたが、今は力感なくうまくバットのヘッドを使った打撃ができていると充実の表情でした。11月5日の侍ジャパンとの強化試合にも出場し、これまた力感のないスイングでレフトオーバーの強烈な打球を飛ばすなど、意識改革が身についてきていることが見て取れました。オフの自主トレでは2年連続で
オリックス杉本裕太郎外野手に弟子入り、江越選手自身との類似点が杉本選手にはありました。杉本さんも力む癖があって常に力まない意識を持っていると聞いたので、新庄監督もおっしゃっていたので参考にしたいですと目を輝かせていました。杉本選手も打撃が開眼し4番打者に定着したのは現在の江越選手と同じ30歳でのシーズンだったので、同様に遅咲きのブレイクを期待してもいいでしょう。そして迎えた球春2月5日沖縄名護キャンプで行われた紅白戦で実戦での移籍後シュアーチを放ちました。主力で構成された赤組の9番右翼で出場し、2回に中前打を放つと5回先頭で変則左腕長谷川武尊投手の内角に食い込む直球に対して軽く払うようなスイング、放った打球は低弾道のまま左翼芝生席で跳ねました。びっくりしたという移籍後初本塁打は秋から取り組んだ打法の成果だと言えるでしょう。タイミングだけを意識していい反応ができたと5回の第2打席での一発を振り返りました。2回の第1打席も力感のないスイングで中前に運んでいます。しっかりヘッドが返らずにうまく打てた。力は5、6割のイメージ、ホームランは別にいいのでなんとかヒットを打ちたいと振り返りました。昨週から新庄監督に本塁打を打ったら罰金とミートを意識して軽く振るように助言され、今も継続するそのスイングで結果を残しました。本来130キロ出るスイングスピードをあえて90キロ台に抑えているようで、今まではコンパクトに振る中でもインパクトは強く振ると言われてきた。今はインパクトも軽く振る新しい感覚ですね。阪神時代との違いをそう解説しました。罰金指令を江越選手は忘れていましたと苦笑い。しかし新庄監督はもうないです、ホームランを打とうと思って打ってないんでね、打撃で言う払う、彼は力がある、ポンって払ってあげたらあの打球が行ったと意識の変化を評価していました。期待の新戦力の一発にも新庄監督は褒める内容でもないかな、あれぐらいやってもらわないとと平然。この時期はタイガース時代も良かったかもしれない。1日1日を大切にして続けた結果10月になっていたですねと求めました。江越選手自身もしっかりと継続しないとシーズンでは打てないと肝に銘じました。がむしゃらに楽しみたい、3割打ってゴールデングラブ賞を目指したいと語る江越選手。指導者や環境が変わることで覚醒する選手はよくいますが、江越選手もその一人であることは間違いないと言えるでしょう。オリックスの T 岡田選手はかつて当たれば飛ぶが当たらない選手でした。しかし岡田彰布監督がオリックスの監督に就任した際に、当たれば飛ばせるパワーはあることは確かなのでミートに徹することを課しました。その結果 T 岡田選手は本塁打王のタイトルを獲得しました。江越選手もこの例と重なって見えます。また江越選手は入団会見の際に新庄監督から頑張っちゃダメ、楽しんでとしきりに言われていました。おそらく阪神時代は結果ばかりを求められて思い切って野球をやれていなかったのかもしれません。しかし日本ハムに来てからは内野ゴロでもいい、失敗してもいいからとにかく江越選手自身の持ち味を生かすことを重視されています。かつての太田大志選手のようにプレッシャーから解放することも覚醒するきっかけの一因となり得るでしょう。ましてや今季からは怖くない OB こと森本ひとり氏がコーチに就任したので、より太田効果に期待できますね。これらの環境が江越選手の覚醒をより後押ししてくれることでしょう。罰金ではなくバットだけを払えばいい。新天地で覚醒への第一歩を刻んだ江越大賀選手の今季の活躍に期待しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。